そろそろ再開させようかな。あるかな今も。ああ、でも俺ちょろちょろ連絡来るんですけど、なかなかやっぱタイミング合わず。うん。一応残ってたんだよ、5分の1は。5分の1、うん、5分の4切れてたから、前十字。え、そこの5分の1残ってるのと残ってないの、その回復にはかなり違うんですか？いや、要は分かんない。あんま関係ないんじゃない？それはもう、再建手術しちゃったら、結局その人体が元に戻るまでの、あれだから。どういう手術だったんですか、内容は。ここの、もも裏の、腱抜いて、はい。はい。そこは抜いても大丈夫なやつなんだ。らしいよ。ならなんか人体の構造上ここの腱いらねえからここ頑丈にしろって思いましたよ。まあでもとにかくここ抜いて四つ折りぐらいにして、で両サイドに人工のなんかこう縫い付けてくっつけて、でスネの内側の下から穴開けて、そっから通して、でもものこっちの骨に引っ掛けて、でガッて引っ張って張った状態で、ここでビスで二つバンバンチンって止まってる。ここ触ってみそれ。うー、俺こういうの無理。ちょっとううってなるよね。俺あのドラマのジンとか見れない。ああの手術シーンで、はい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 、なんかこう臓器がこう動く感じ、うん、いやー、雑談ドライブこういうのもたまにはいいんじゃないですか。どうすか、ちょっと歌う。さっきの何でしたっけ、歌。愛してもいいかいってやつ。かわいい。曲がりくねたもあるね。焼肉屋で最後にかかってた曲。道の先に道の先に待っているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じて行こう。いいね。これあれ、著作権引っかかんない、大丈夫。18秒ぐらいだったら OK みたいなルールありましたよね、うん、確か。大丈夫でしょ。でもこの前さ、あの、なんだっけ、合唱合唱の動画見てくれた。なんか合唱見てない。あの、地元の合唱団の合唱祭を見に行ったんだけど、うん、それのピアノで合唱してるので、ちょっと著作権引っかかりますみたいな。マジで。まあでも、あの、収益化になんないだけで、その動画が、うん、別に問題ないんだけど、その動画単体が収益化なんないってこと。そうそうそう、だから問題ないんだけど、まあ別にそうですよね。だけど、あ、これ合唱ダメなんみたいな。なるんだ、じゃあこれ回すかもね。マーガこういうところに住んでみたいかも。あの、ここには住みたくねえな。うん、ここなんもないぞ多分、うん、こういう感じの家に住みたい。失礼だな、今ここなんもないっていうのは。ちょっとこう、何、デカめのマンション的な。そうです、そうです。いいよね、コンドミニアムみたいな。あれ良くないですか、タイのジムついてて、いやプールついてて、いいみたいな。ヒカルの家見た？見ました。最高でしょ。最高。あの、住みたい、あれ。あれいいよ。え、あれでだって家賃4万とか。4万ぐらいだよ。意味がわかんない。意味わかんないよ、マジで。場所的にはどうなんですか、日本で言うと。まあ、東京ではない。東京ではない。チェンマイだから大阪とか京都とか、イメージ的に。で、コンドミニアム。うん、でちょっと中心より 2,3 キロ離れてるぐらい。 2,3 キロでしょ。うん、一瞬で中心行ける。タクシー乗っても行けるし、10分とかじゃないですか。うん、すぐすぐ。いいな、タイ夢あるな、そういう意味では。いや、あるよ、いい家住めるよ、安い金額で。でも日本いたい気持ち強いですね、やっぱ。いや、日本いいよ、やっぱ。そうですよね。うん、まあどこでもいいんだけどね、地球なら。いや、むしろ田代パワーなら火星とか住めそうだけど。うん、ちょ、一回行ってみたいよね。2分ありゃ多分宇宙人と仲良くなってます。この前さ、あの、接骨院で、ずっとドラゴンボール読んでて、もう読み終わっちゃったんだけど、42巻まで。すげえな。やっぱなんかね、ああいうの見るとさ、普通に、なんか別の惑星とか行けんじゃねえかとか思っちゃうよね。俺、ドラゴンボール、まずこう日本に住んでる。で、俺も国籍取ったし、まあ日本人だからっていうので、海外の人にこう、日本の文化とか聞かれた時に、答えられないのちょっと恥ずかしいな。恥ずかしいね。俺ちょっと歴史とかは興味ないから、まずアニメから入ろうかなと思って。なんか主要なアニメっていうか、やっぱジャンプとかのこうめっちゃ売れてるアニメ、うん、漫画っていうのは一回こう一通り目通したいなと思ってめっちゃ見たんですよ、うん、でドラゴンボールもそういう目的で見て、でセルのところ見終わったタイミングで、うん、あの悟空の息子、うん、ヒーローみたいになるじゃないですか。あれスーパーサイヤマンじゃないやなんだっけみたいな。なんだっけ。いや、サイヤマンはあの腹筋の人ね。合ってる。それはサイヤマングレートでしょ。あ、それがそうなの。 YouTuber の人はサイヤマングレートでしょ。あれはグレートサイヤマンで。あ、逆なんだ。うん、逆そうなんだね。それの真似なんだよ、あれ。なるほどね。
モデルとかのめっちゃ外国人とかと仕事する機会多いです、うんうんうん、その楽屋でやっぱりアニメの話題出せばもう一発です。やっぱそうだよね、うん、アニメみんな好きだもんね。だからあ見ててよかったって、うん、自分も好きですし普通に見るのも、うん、だからそれは見ててよかったな。てかでも海外の人自分よりアニメ詳しかったりするからね、うん、普通に覚えてくるじゃないですか日本語アニメを見ながら、うん、どんな技術なんだろうと思ってツイッターでも見たけど、なんかアフリカ人ナイケルさんっていう方がいて、うん、でその人はなんかアフリカでなんか多分事業を展開してるの、うん、でそれでなんかアフリカ関係のツイートとかしてて、でなんか村かなんかの少年がいつもこう日本のアニメを字幕なしでこう見て、うん、でそれで話の内容ちゃんと理解もしてるし日本語もちょっと覚えてそのナイケルさんとちょっと会話するみたいな映像があって、すげえやばいなと思って。すごいね、子供がすごいのか、その海外の方のそのなんていうか、いやでも俺吸収したいっていう欲、うん、俺思うけどすげえ頭いいと思うよ、うん、その海外の特にアフリカの人とか母国語とフランス語とか普通に操るじゃん。俺も、うん、そうすごい。今何国語喋れんの4どこ、日本ポルトゲス、ポルトゲス、ポルトゲス、エスパニョール、英語ちょっと、英語ちょっと、英語ちょっと、いいねいいね。あ、もうニーザじゃん。うん。あ、しかもなんかショッピングモールあるね、あるね。ちょっと僕がこの後用事あってガブちゃんあと3時間ぐらいちょっと。そうだ。結構暇になった。ガブちゃんが次の用事が6時半とかだよね。で今まだ3時前なんですけど、ちょっとこれでバイバイして。これ左？10メートルだから、そうか、ここだね、うん、ここ駅だ。今日は短い時間でしたけど久々に会えてすげえ楽しかったな、ガブちゃん。そうですね、また近々、うん、僕もまだリハビリでいると思うんでね、すごい適当な動画になっちゃいましたけど今回の動画いいなと思えば思った方はグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。バットノー、バットノーで、で、ガブちゃんのツイッター、インスタグラムのアカウント概要欄に貼っておくので気になった方はぜひチェックしてあげてください。お願いします。これからモデルとしてバンバン出てくるはずなので、はずです、チェックして注目しておいてください。サッカーもやりますよきっと。ちょっと瞑想しないで、まあまあでも地域リーグとか都リーグとかまあどこかわからないですけど、まあ東京に引っ越してくるんでこっちの近くで探すということなの で、ね、早くチームが決まってね、いい報告できるように楽しみにしてます。よし、またよし、じゃあねバイバーイ。最後終わり方こうやる？いい、これで。バイバーイ。